リコーナーの山を下ろしたい。そこでスタートします。ラッシュ始まります。朝田陽の最終学年ですが5秒06、そして200が10秒155ですよね。地元開催の新潟は本当に特別ですからね。そうですね。全プロ出て来年、ね、あの来大記念スキル戦ということで、さ200メーター走ります。最初の100が5秒ジャスト。おお、さあどうだ。10さあ、ケージ始まります。200年です。花台さん、最初の100年、最初の100年、4秒937、そしてうわー10秒003。5番の7番前です。前受けだった1番の河合の後ろに4番の増木が収まって、4番手からかましていくのが2番の鈴木。赤番残り2周のところ、赤い標識ではないんですけれども、2番の鈴木が前に来ました。前に出た2番の鈴木に対して5番の本田が今マークするような格好になります。4番の増木の後ろですけれども、7番の吉田優輝選手、吉田優輝に対して合わせて出ていこうというのが4番の増木で、残りは1周です。しかし先行は2番の鈴木です。2番の先行になりました。2番手が5番の本田、そして下がりは4番の増木が3番手から巻く。これに6番の吉田が続く。そして3番の木暮も乗っかっていきまして、この3人が抜け出す形になって最後の直線です。4番の増木、6番の吉沢の追い込みした増木です。ゆきさん、お疲れ様です。今競輪走られてちょっと予選敗退。そうっすね、まあ負けた人映してもしょうがないと思うんで、増木さん映しに行った方がいいと思います。この後、この後でもありますので。僕チースプなんですけど、まあ足引っ張んないように頑張ります。チースプは今茨城は連続で2位です。そうですね、万年シルバーゴレッターなんで、今年はなんとか1位取りたいですね。まあ長野が強いんで、はい、うん、はい、そうですね、なんか一緒に食えれば、去年も結構惜しかったんで、うん、今年勝ちたいですね、はい。去年は、まあ、去年も一昨年も1キロ出てましたけど、1キロはもう、そうですね、とりあえず今年は競輪が枠が空いたんで、ちょっと競輪してみようかなみたいな感じですね。じゃあ、あとはチームスプリントでしっかりと権利取ってっていう。そうですね、取れれば権利、まあ、取れなかったらその時はまあその時でまた考えます、はい。ちなみになんですけど、兄は元気そうでしたもん。いやー、落車してから会ってないんですけど、はい、でもまあ、目撃者情報によると全然大丈夫そうなんで、はい、目撃者情報、はい、多分大丈夫と思います。わかりました。じゃあ、はい、この後チームスプリントちょっと楽しみに、ね、はい、お願いします。さあ、始まりました。さあ、出てるぞ。菊池選手、1キロお疲れ様でした。 ありがとうございました。はい、無事今回も優勝っていう形ですけども、どうでしたか、走ってみて。まあ、入らないので、まあ、しっかり切り替えた後チーズプル頑張ります。まあ、昨年よりはタイムはいいけども、やっぱその一昨年が1分2秒と2秒台ということで、まあ最低でそれくらい出したかったんで、ちょっとやっぱあんま良くないので。ただなんか全体的にはタイムがいいように見えましたけど、菊池選手自身としてはあんまり良くなかったんで、またシースプまず頑張ります。わかりました、ありがとうございます。小林選手、エリミネーション優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、昨年は増木選手が優勝で3位で、まあ、2年ぶりの3回目の優勝ですけども、はい、走ってみてどうだったでしょうか。そうですね、今回競輪も走ってたんですごいきつかったんですけど、まあ、優勝できてよかったです。まあ、やっぱり小林選手は、まあ 人気とかはないんですけど、やっぱり注目されてると思いますけども、やっぱエリミネーションはなんか普段のレース違ってどういったところに気をつけて走ったりされるんでしょうか。エリミはそうですね、基本的に前々に行ってなるべく後ろにならないように気をつけて走りました。
でも最後のところはもう結構気合いでっていう感じですかね。そうですね、もう最後の2人の時はすごいきつかったんで気合いで頑張りました。まあ、この後は競輪もありますけども、競輪の方でもしっかりと権利を取りにという感じですかね。そうですね、エリミだと優勝しても予選からしかいけないんで、まあ、競輪で権利取るように頑張りたいです。わかりました。この後の競輪も楽しみにしてますので、はい、お願いします。ありがとうございました。貝原選手、4キロ個人パシュート優勝おめでとうございます。ありがとうございます。初めての地区プロですよね、はい、まずこの種目に出ようと思ったきっかけっていうのは何でしょうか。あ、もう大学から4キロ、うん、チームパシュートも個人も全部基本で出させてもらってて、はい、まあ、そこでインカレも勝ったこともあったんで出場させてもらいました。得意の種目でこれから、はい、まあ、タイムの方はどうでしたか。去年昨年の柳島選手は上回るタイムでしたけども、でもまあ、ずっと短距離種目を中心に練習してたんで、まあ、タイムはあんま出ないかなとか思ってたんですけど、1週間前ぐらいから10分走とかも中長距離メニューやり始めて、まあ、意外にタイム出たんで良かったですよ。じゃあ、まあ練習の通りには本番もしっかりできたなっていう感じですかね。これで全プロの権利ももちろん得たんですけども、はい、競輪の方は今どうですか。走っていて競争の方は。そうです、やっぱりまだダッシュ力とかパワーが全然なくて、決勝はまくられてばっかなんで、早くダッシュとパワーつけて早く上に上がれるように頑張りたいです。どういった競争で勝っていきたいっていうのはあるんでしょうか。やっぱり先行すごい憧れるんで、うん、先行選手で勝てるように頑張りたいです。まあ、師匠は坂井陽選手ですけども、はい、師匠とはどういった関係というかやり取りというか。あ、ずっと大学からお世話になってて、うん、もうレースも全部見てもらっていろいろアドバイスとかいただけるんで、あとは先輩の今経営は着順通りで身につけて、はい、レースで警告だけ頑張ります。ちょっとね、頑張りました。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。よいしょ。さあ始まりました。横に並んでたのが縦になります。ご自衛官の関東長官最高付けに関東地下チャンピオン決定戦です。前から2番の神山、1番の杉、そして6番の小林、4番の木暮れ、5番の武藤、ラストが3番の金子になります。この中で、ね、ずっと木暮れ安吉選手は4分に向かってますね。神山拓也選手は4分3分、杉選手は全然変わらない。お、動いてきました。最高峰から金子が上昇、3番の金子が上昇です。ただまだ残り3周半あります。動いてきて増木が車間を開けました。その前にどうやら3番金子が入ります。栃木で並びました。いや、栃木で並びました。しかしもう一度増木が行きます。直しましたね。今前は栃木の3番金山、増木、金子の並び、群馬伝いて武藤がいて、その後に群馬伝いますね。そう、小林、木暮れの並びで、それでラストに武藤の硬い勢力、今2周半で、誘導、ペースさんが退避しています。さあ、赤番標識、ペーススローです。今残り2周です。赤番標識じゃないんだけど赤番標識です。残り2周ペーススロー、さあどうするか。ちょっと栃木の前に最後の様子を伺う感じになって、インを救った木暮れ、外側からしかし2番手から1番の増木が発進します。増木の後ろに木暮れです。その後ろ3番手ですけども、3番の金子、その内側で2番の金山が止まり、3番手が出そうになった。残りは1周です。東京の終わりのことをラストは2番の小林の体勢です。逃げていますのは1番の増木、そして5番の武藤が自力、しかし前では3番の金子が縦へと踏んだ。金子のまくりに対して4番の木暮れが合わせに行くんですが、最後の直線です。1番の増木が振り切りました。増木選手、競輪優勝おめでとうございます。ありがとうございます。昨年はエリミネーションで、はい、また今年は競輪でしたけども、走ってみてどうだったでしょうか。今も楽しく、はい、リフレッシュしながら走りました。あの競輪祭終わって、はい、まあ、2日ほどしかなかったですけども、まあ、やっぱ疲れっていうのは、まあ、あるとは思いますけども、はい、でも疲れはその1日休んでるんで、うん、そこまでは感じなかったです。あの
競輪祭は、はい、まあ、少し悔しい結果に終わったと思いますけども、はい、まあ、この後は、まあ、もう次グランプリだと思いますけども、はい、まあ、グランプリに向けてはどういうふうに取り組まれるでしょうか。まあ、1ヶ月空いてるんで本当にやりたい練習だけをやって、まあ、しっかりケアしつつ、もうそこに仕上げていきたいと思います。もちろん仕上げていく自信はありますかね。まあでもまだまだですけど、その自分の中で持てる力を出したいと思います。まあ1年間 S 班としてこれ走られましたけど、なんか S 班としてなんか変わったこととかってありますか、選手として。変わったことというか、そうですね、今年は本当に守りに入っちゃった部分が大きいので、まあ、それを課題に来年は生きていきたいと思います。まあ、特に前半はやっぱりその怪我から入って、はい、まあ、少し成績も苦しい中、後半すごく伸びてきたと思いますけども、まあ、そのあたりやっぱり1年間過ごして、また来年何か取り組めるようなきっかけに、きっかけというか手応えっていうのは、はい、怪我は本当につきものだと思うので、うん、まあ、それとどう向き合っていくかというか、でその怪我に対して、まあ、どういう走りをするのかというか、まあ、そこは大きいと思うので、まあ、今年の経験を生かして、はい、来年に、そうですね、走りを生かしたいと思います。じゃあまずはグランプリまであと1ヶ月、はい、頑張ってください。ちょっと前夜祭でまた楽しみにしてますので、はい、お願いします。ありがとうございました。